そういえばロロナちゃんと一緒に置いてかれたこの子たち、どうすればいいんだろう。詳しくは当人に聞けとか言ってたっけ。何かお仕事のご用件ですか、ピコマスター。え、ピコマスターってマスターはマスターの弟子の弟子なので、孫のようなマスターという意味でピコマスターと呼ばせていただくことにしました。ほうま、なるほど。あんまり尊敬されてない気もするけど、まあ、わかりやすければいいか。ホムくんだったっけ。はい、ホムの名前はホムです。ホムの名前もホムです。え、もしかして二人とも同じ名前？はい。そっか、同じ名前ってのは不便だよね。何か対策を考えないと。男の子の方はミスターホム、女の子の方はミスホム。あまり素敵じゃない。メルルちゃん、ホム君とホムちゃんって呼び分ければ大丈夫だよ。そんな簡単でいいんですか？どうせならもっと素敵な名前をつけてあげたいなって思ったんですけど。この子たちはロロナ先生のためにアストリッドさんが作ったホムンクルスなんだよ。ホムンクルス？うん、簡単に説明すると錬金術で作った人間というか、人工生命体って言った方が近いかな。え、錬金術で作った？そんなこともできるんですか？すっごく難しいんだけどね。というか、作れるはずがないくらい。え、でも、作れるはずがないものがここにいるってことは。それだけ、アストリッドさんがすごいってことなんだろうね。ちなみに、ドロナ先生も、チムちゃんっていうホムンクルスを作ってるんだよ。チムちゃんって、パメラさんのところにいる、あの小さい子たちですか？チムーって喋る。うん。今はパメラさんがお手伝いをしてるけど、もともとは私のためにロロナ先生が作ってくれたんだよ。私がアールズ王国に来ることになって、お留守番させとくのもかわいそうだからって、パメラさんに預けてきたんだけど、まさか、パメラさんまでこっちに来るなんて思ってなかったけどね。なるほど。じゃあ、トトリ先生もホムンクルスって作れるんですか？多分、すっごく頑張れば作れるかもしれないけど、作り方に問題があるというか、なんというか。作り方？何か秘密の材料が必要とか？メルルちゃんがもっと大人になったら教えてあげられるかもしれないけど。お答えします。ホムの材料となるのは。うーん、言わなくていいの。さあ、この話はここまで。あ、ごまかした。とにかく説明を続けるよ。ホム君たちのお仕事っていうのはね、なるほど。つまり、ホム君たちは私たちのお仕事を手伝ってくれるんですか？私は一人でも大丈夫だから、メルルちゃんが手伝ってもらうといいよ。手は多い方がいいでしょ？了解しました。ホムはピコマスターのお手伝いをします。何でもご命令ください、ピコマスター。その呼び方慣れそうにないけど、すごいな。じゃあ、一緒に遊んだりとかも？
ご命令とあれば、どのような遊びにも対応いたします。はあ、じゃあ何して遊ぼうかな。メルルちゃん、絶対ダメとは言わないけど、できれば錬金術のお手伝いをさせてあげてね。そうじゃないと。あ、トトリ先生、ちょっと怒ってますか？それより、さっきのホム君たちの材料のこと教えてくれてもいいじゃないですか。その話はおしまい。ほら、ちゃんとお仕事しないと。もう錬金術のことを教えてあげないよ。はい、わかりました。